コンサロメンデス・パシエンシアは、ポルトガル・ポルト出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。ブンデスリーガシャルケレイ4所属。ポルトガル代表。元サッカー選手のドミンゴス・パシエンシアはジップ。8歳から、地元クラブの FC ・ポルトで育成され、2014年1月12日に、セーグンダリーが所属の B チームで、プロデビューを果たした。 3月22日の CD フェイレンセ戦で初ゴール。2015年1月21日、タッサダリーガ SC、ブラガ戦でスタメン入りし、トップチームデビュー。翌週の同大会、アカデミカコインブラ戦で、トップチームでの初ゴールをマーク。2015年7月29日、1シーズンの契約でアカデミカコインブラに、レンタル移籍。二千十六年八月十一日、 今度は、オリンピアコス FC に、レンタル移籍。ところが、クラブのメディカルチェックで心臓に異常が見つかり、12月に、レンタルが打ち切られた。シーズンの残りは、リオアベ FC に、レンタルされた。2017年7月20日、ビトーリアセ・セトゥーバルに、レンタル移籍。タッサダ・リーガでは4ゴールをマークし、決勝進出に、貢献。 2018年1月27日の決勝、スポルティング CEP では先制ゴールを奪い、PK 戦でも一番手で登場し成功させた。チームは準優勝に終わったものの、自身は5得点を挙げ大会得点王に輝いた。2018年7月12日、アイントラハとフランクフルトに移籍した。2020年9月15日、 シャルケレイオンに買い取りオプション付きの1シーズンのレンタル遺跡が発表された。アンダー世代からポルトガル代表歴があり、前年代で51試合に出場した。チェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015では3試合に途中出場し、スウェーデン戦で1ゴールを記録した。決勝のスウェーデン戦では PK 戦で1番手を任され、これを成功させた。 2016年リオデジャネイロオリンピックでは3ゴールをマークした。2017年11月14日、アメリカ合衆国代表とのフレンドリーマッチで46分からジェルソン・マルティンスとの途中交代で出場し、A 代表デビューを飾った。クラブ個人、ありがとうございます。